まあ、この日本遺産に興味を持っていただいて北前船巡りをしていただければ日和山にも来ていただけるし、他の構成文化財の場所にも、まあ、行くきっかけにもなるかなというところで、まあ、お手伝いをさせていただいているというような感じでしょうかね。で、鳥取砂丘は16キロの規模ですけど、新潟は角田山の麓から村上の瀬波まで70キロっていう日本最大級の砂丘列が海岸にこうあるわけですよね。日和山は実はこの砂丘からちょっと分かれて、こっち側にこう砂丘列がこうあるんですけれど、それの一番端っこのところに今我々がいるこの日和山になるわけなんですよ。日和山というのはこういう例えばこう北前船という風の力で動く帆船が天候に非常に左右されるわけですよね。そうすると何らかしら港の天気とかを見る場所が必要になってくると、でそういう日和を見る山というのが、まあ、北前船の寄港地にはあるというわけなんですよ。佐渡があって船が入ってくる様子が描かれてますけど、ここに日和山が描かれてますよね。でここから階段上がってこの上から海を見ることができてた。江戸時代長谷川摂丹が登った時に日和山の上山頂に方角石がありますよってちゃんと絵に描いてあるんですね。これですね。今山頂にあるのは明治の時代に復元された方角石ではあるんですけど、日和山が残っている、そしてそこの上に方角石があるっていうのは全国的にもやっぱ貴重な場所なんですね。明治になって開港地に選ばれて税関庁舎ってものが一応できたんですけれど、開港5都市の中で当時の税関庁舎が残っているのは新潟だけなんですよね。でこのが本物がある場所には今新潟市歴史博物館ミナトピアという学びの場があるんですよ。素晴らしい施設です。こちらは新潟市歴史博物館で愛称でミナトピアと呼ばれています。港町として発展してきた新潟と低湿地の水田開発をしてきたそういう農業の歴史の2つのゾーンからなって紹介しています。小学校4年生の社会科学習で新潟市内の多くの学校さんが見学に来てくださいますし、あと中学生も職場体験ですとかグループ学習でよく見学に来てくれます。新潟はですね、実は相当自然に抗いながら町を維持したり人々が暮らしているっていうそういった場所でもあります。自分の周りの近くもこれだけ違ったってことで驚いてる子もいますし、あと新鮮に感じ取ってくれてる子もいます。開港って言いますと港ができた開港ではなくて外国との貿易を始める、外国に門戸を開くという意味での開港ですね。下の絵がミナトピア の、まあ、施設の一つに今はなってますけれども、税関庁舎が描かれている錦絵です。で明治2年にこの税関が新築落成しております。これがミナトピアにこう展示されているわけですよね。でこの中で例えば学芸員さんに、まあ、この説明をしていただいた後にシティガイドさんにここに登場する日和山、ここまで私が案内しますからぜひ一緒に行きましょうっていうような体制がもうできているんですよね。新潟シティガイド第3期生の小野塚明美と申します。よろしくお願いします。今私が立っております下町というエリアなんですが、ここの昔からある建造物や新潟港町ですので港町の歴史などお話ししながら皆さんと歩いています。勉強にもなったけどあんたの話が一番面白かったってという楽しかったと言って帰っていただけるのが非常に嬉しいです、はい、これがあるから、はい、町案内が非常にスムーズにいきます。いいアイテムでございます、はい、一番大事なのはまず自分の町を楽しむことだなと、それからその次にそれを楽しそうに伝えることって大事だなっていうふうに思っていただける、それが体験できるかな、それをぜひ生徒さんに自分の街を楽しんでそしてその楽しさを発信できる人たちになれるんだなっていうことに気づいてもらえるっていうのが私は一番のお土産になるんじゃないかなって思いますよね。